2004年のカタルーニャグランプリはロードレース世界選手権の2004年シーズン第5戦として6月11日から13日までスペインのカタロニアサーキットで開催された 125cc クラス決勝ではスタートでミスを犯し2周目には23位にまで沈んでいたエクトル・バルベラが土涛の追い上げを見せ6台の集団バトルを僅差で制して シーズン初優勝を遂げた。ポールポジションからスタートした、デルビのホルヘロ連ソもそのトップ集団に位置していたが、電光掲示板の残り周回数の5表示の影響で、周回を一周多く勘違いし、アタックのタイミングを逃して5位に終わった。ポイントランキングでは、今回2位に入ったアンドレア・ドビツヨーゾが96ポイントで、トップを維持バルベラは今回点灯リタイヤに終わった。 ロベルトロカテリと同じ73ポイントで2位に浮上することとなった。250cc クラスではスタートから最後まで続いたダニ・ペドロサとの激しいマッチレースを制したランディ・ドプニエがシーズン初優勝を遂げた。この結果ポイントランキングではトップのドプニエがペドロサとのギャップを8ポイントに広げた。モートジッピークラスではバレンティーノ・ロッシが セテジベルナウとの一気打ちを制して2連勝、シーズン3勝目を挙げた。3位には、ホルツナヤマハテック3のマルコメランドリが入り、自身クラス初の表彰台に立った。ポイントランキングでは、ジベルナウがなんとかトップを維持、ロッシが5ポイント差に迫ることとなった。ありがとうございます。